天皇経図初代十代血子や代第二代、水星天皇から第九代開化天皇までの八代天皇を指す歴史学の用語。古事記、日本書紀にその系譜が記されている初期の天皇の系譜はその多くが後世の造作によるものとみられ、血子や代の天皇が実在した可能性は一般的にはほとんどないとされる。古代の天皇の系譜は古事記、 日本初期によって伝えられているが、初期の天皇の系譜の中には後世に不可造作されたと見られるものが多数存在する。その中でも第一に挙げられるのが血子や辻ろと呼ばれる、以下に赤色で示す八名の天皇である。危機の原資料として重要なものとして、定期、休時がある。これらは現存していないが、定期は天皇の名前、系譜、皇妃や子供の名。 宮の場所、地政中の重要な出来事、地政年数、横領の場所などを記しており、一方、旧字は、神代の物語、神々の祭りの物語、天皇や英雄の歴史物語、歌謡、地名、事物の起源説話などからなっていたと推定されている。決死やつしろが、決死とされるのは、危機に伝わる、各天皇の記事がほとんど、定期的な警府情報のみからなり、 旧字の部分、すなわち物語や歌謡など、具体的な歴史情報が存在しないことによる。このため、この八代の天皇家の起源をより古いものとするために、後世に追加されたものであることが疑われ、その実在性が問題となった。第二次世界大戦前、危機の研究には、高等、国体といった概念への一定の配慮が必要であり、 特に1930年代以降にはその傾向は強まった。歴史学者津田総吉は歴代天皇の名前が微小尊称が重ねられていて実名とは考えられないことを論じたが戦前に具体的に決死やつしろついて公表された論考は少なかったものとみられる。第二次世界大戦における日本の敗戦によって天皇の歴史に関わる研究への政治的制限が 緩やかなものとなり、ケツ氏やツシロについての議論を本格化した。ケツ氏やツシロが、後世に造作された、架空の天皇であるという見解は20世紀末頃までに、おおむね定説となって、おおり、系譜上の造作が行われた年代はおおむね天武朝、すなわち7世紀末頃のことと考えられている。こうした結論を導く論拠になったものにはいかに、示すようなケツ氏やツシロ系譜の特徴がある。 一つは、各天皇の和風志望である。第三代から第五代の安寧、意徳、交渉の和風志望の構成要素である彦は、神武天皇と共通するものであるとともに、王神天皇以前の巫女で様々な士族の思祖とされる人物によく見られるものであるが、この名を持つ人物で実在が確実なものは、非常に少なく、一方で、 演技式神明帳に載せられている神社の祭神には、飛行、名前語尾に持つ者が複数見られる。また、第7代から第9代の高齢、高原、開花天皇3名の和風志望の構成要素である、山和猫が、第10代主人天皇以降の天皇には見られず、7世紀末から8世紀、初頭の天皇である、地頭、文部、元明、岩章と共通している。 さらに、第六代公安天皇の死亡に含まれる、タラ氏は、ケツシアツシロと同じく実在が疑問視される、傾向、政務と共通する。これらのことから、ケツシアツシロの和風死亡は遥か後代の死書の変算時に与えられたものである可能性が高いと見られている。不死関係においても、後世の創作と見られる特徴が存在する。 ケツシアツシロを含め初代人務から第14代、政務までの天皇は全員が父親から息子への直系継承の形をとっているが、後代の天皇の継譜では兄弟間や老いなどへの継承が頻繁に見られ、ケツシアツシロのように整然とした直系継承は現実的なものとは想定しがたい。また、ケツシアツシロ継譜が後世に構築されたものであると見られるもう一つの、 特徴が決死やつしの婚姻形態である。危機に見られる。古代の皇族は頻繁に近親婚を行っているが、天智朝以前の時代では、こうした近親婚は、父景で共通の祖先を持つとしても、母系を共にすることは、陰行天皇の息子である、木梨恵美子が、同母妹の恵大娘王女と関係を持った例を、除き、原則としてなかった。 木梨し系美子はこのことが原因で失脚していることから、当時としては、同母系の婚姻は、社会修俗的に受け入れられないことであったことが、理解される。しかし、天武長期前後に入ると、大甘王子自身が、同母兄弟である、天智天皇の娘をめとっていたのをはじめ、天武天皇の息子草壁美子が、天智天皇の娘である、安倍王女をめとり、同じく、 大津美子も、天智天皇の娘山部王女をめとっている。これは、天智朝から天武長期にかけての皇族の婚姻形態の大きな変化を示すが、このような同母系の婚姻は時代を隔てて、第十代主人天皇以前の時代にも見られる。実際に主人朝以前の時代の婚姻の記録で、母系が明らかであるのは四例のみであるが、その全てが天武朝を中心とした時代と同一の、 系府的関係が見られることから、主人天皇以前の時代の系府は、天武朝期の歴史的状況が反映されたものである、ことを示される、ケツシやつしろの天皇たちが目取った皇妃はその多くが、山和地方を本拠地とする、建主家から出ている。ここに皇妃を出したと伝えられる、式季、都市、かすがあ主は、天武朝において、村時勢を与えられた、式季あ主をはじめとして、 7世紀後半から8世紀後半にかけて朝廷と緊密な関係を築いたことが確認される氏族である。また、剣主家系とは別にケツシやツシロの皇妃を出したことが伝えられている大ワ連及および今年の主人は人身の乱において大天王子側に立って功績があったことが伝えられている。こうしたことから、ケツシやツシロの皇妃の出身氏族家系はには、 天武朝前後の時期における政治情勢が反映され、功績のあった一族や神が、系府に組み入れられたたらしいことが推定される。日本初期における初代、神武天皇の称号、初国白す天皇と十大主人天皇の別名である、ごはじめ国天皇はどちらも、初国白す,すめらみことと読める。これを、初めて国を治めた天皇と解釈すれば、 初めて国を治めた天皇が二人存在することになる。このことから、このことは、主人天皇を初代天皇とする伝承が、かつて存在したことを予想させる。また、神武の称号の天下という抽象的な子は、主人の称号の国という具体的な子と違って、刑事上的な概念であり、やはり広大に創作された疑いにつながる。 金作名鉄拳は1978年に埼玉県東海山古墳で出土した鉄拳に記されていた名文である。この名文には若竹る大王に奉仕したというか衛心という人物の系譜が記されていた。この系譜は上祖、縄、夫比その子、縄という形式で八代にわたって遡っており、上祖とされる伊夫比は上実の主人天皇が派遣した四。 道将軍の一人、大美子命に相当すると考えられる。日本書紀によれば、大美子命は八大高原天皇の第一、王子である。直木光次郎は、鉄拳の名分にある、新概念の471年時の有略朝に、危機的な系譜ができていたら、疫符、で止めるはずがなく、高原天皇から始まる系譜を書くに違いないとして、その時にはまだ、 にに採用されたた定期は成立してていいいななかったとととうう証拠になるる思うと述べている第二次世界大戦後、決死圧白の天皇が実在しなかったという議論が進展する一方、これらの天皇は実在し、また危機が伝える系譜は必ずしも信頼性を欠くわけではないとする主張も行われた。代表的な日本初期の研究者である坂本太郎は、 ケツシアツシロについて、危機においては、水税期の後為継承についての争い以外、事件らしい記事がなく、ケツシアツシロの知性についての、旧時の書伝が、極めて貧弱であったと指摘する一方、ケツシアツシロが造作されたものにしては、歴代の皇妃が、大和地方の小規模な豪族から出ており、天皇家がまだ一地方政権であった時代のものとして、整合的であるとして、 自責の記録がないことを理由に、系譜情報まで疑問視するのは飛躍していると主張し、八代の系譜も古伝として尊重すべきだと考えると述べている。また、坂本太郎は、ケツ氏やつしろの公妃に、アガタヌシの家系から出た人物が多いことについて、もしもケツ氏やつしろの系譜が、後代の創作であるならば、アガタヌシのような称号族ではなく有力な、 大豪族を取り上げるであろうと述べ、これは当時まだ皇室が山と一国だけを支配する地方勢力に過ぎなかったことを反映したものであるとして、決死やつしろの系譜記事は信頼できるものであると主張した。坂本に指示した井上光貞もまた坂本の見解は十分に指示可能なものとしていた。 坂本は危機研究における第一人者であり、井上はその後継者とも位置づけられる人物であったため、彼らの見解の影響は大きかったものとみられる。しかし、現代では、ケ子厚代は、非実在の天皇として扱う見解はむね、一般化しており、特に系府の問題を議論の対象としない限り、実在した可能性がほとんどないものとして処理される。 ケツシアツシロが、ケツシとしてくくられるのはすでに述べた通り、キキが記録している情報が、定期的な警符及び、両母情報のみで、旧時的な物語、歴史的事件の叙述を書いていることによる。具体的に、キキがケツシアツシについて伝える内容は、天皇名、出自警符、選定の埋葬と、両、即位年月日、旧と、立皇と、皇妃巾女,女、 ところ幾個の公営氏族、立大使、法年等に限られ、個々の天皇が治世中に何をしたのかということについての情報はない。しかし近年では、これを決死と見る視点は物語的要素を歴史として捉えてきた近現代の歴史学のものであるという指摘がある。危機は史書として編纂されているにもかかわらず詩を書いていると、 すればそれは何を記録しているのか、ということが問題となる。事実として、古事記の場合、記載対象とする、神武天皇から、水古天皇までの33代の天皇のうち、物語的要素を書き継府情報のみしか、記されていない天皇は、中間、下官合わせて20名に物彫り、決死やつしろに限らず、過半数の天皇は、旧時的な記録が存在しない。このことから、 物語要素がないことをもって、決死としてしまうならば、古事記は事実上、死者の体を成していないことになる。同様の指摘は、日本初期の決死やつしろの記録についても存在する。このことは逆に、危機の編纂者たちの意識においては、天皇の系譜に関する情報を完備していれば、物語要素がなくともそれは、歴史であったことを意味する。 原初的な歴史は系図によってまとめられるとも言われ、重要なこととして古代日本にあっては、天皇の代替わりが人々にとって、過去の出来事が、いつ起こったことであるのか、を考える時間軸であった。このことを示すのが、風土記における天皇への言及である。四季島の宮行天皇の御をといった表現に、見られるように、どの天皇の代の出来事であるかが、その出来事がいつの出来事であるか、 という時間の認識と結びついていた。このように天皇に基づいて、時間の認識が行われていた、時代、出来事や、具体的な日時の指定とは別に、系譜はそれ自体が歴史であったと考えられる。この意味において、危機に見られる、決死やつしろの記録は、基本的に、後頭府を完備しており、実際の編纂者の認識として、文を書いてなどはおらず、 ケツシという表現はあくまで近現代の歴史意識を強く反映したものと言える。さらに、ケツシやツシロの系譜が全て不死感の直系継承であることはこの系譜の作為性を示すものとされているが、このことは、司書の偏者が存在しない天皇の伝承を自在に付け加えることが可能であったことを意味するものではなく、より古い時代には天皇の名前のみが伝承され、 各天皇間の続き柄が伝わらなかった時代があったことを示す痕跡が存在する。その端的な例は、ケツシアツシロの各天皇が目取っている皇妃の世代である。日本書紀によれば、第三代安寧天皇の皇妃側つびめと、第六代皇将天皇の皇妃厚つ名め上つびめ、第七代皇安天皇の皇妃長尾めは、いずれも式上がた主派皇の娘とされている。これは、 不死継承している3から4世代離れた天皇がほぼ同じ世代の女性を皇妃としたことを意味するが、このような婚姻は現実的なものとは考えられない。すなわちこれは安寧、考え明、考え安天皇の世代も実際にはそれほど隔たってはいなかったであろうことを意味する。つまり、初期の天皇についてはまず天皇名や皇妃の出自のみが伝わった時期が存在し、後に、 これを一系で繋ぎ合わせたことで、現在見られるような、危機の系譜情報が形成されたと見られる。こうしたように、実在、非実在といった枠組みを超えて、決死やつしろの系譜情報は、現在も検証が続けられている。複数の異名や読み方があるが、表記は、直木2005掲載の表によった、具体的には、古事記において、水税、安寧、 伊徳天皇の皇妃の姿勢は、式屋型主であり、高齢天皇の皇妃は重子屋型主である。日本書紀本文では、水税、安寧、伊徳天皇の皇妃は、今年の主人、生き石耳命から出ているが、引用されている一書の遺伝においては、式屋型主、春日型主などから出ている。また、日本書紀の本文及び遺伝では他にも、考え明、考えやす。 高齢天皇の皇妃も式、季、都春かすがたが田主から出ていることが伝えられている。古事記では、ところ初国五巻天皇、日本書紀では五朝国天皇、元来、実在説の論拠の一つが決死八代の皇妃に、堅守家系出身の皇妃が多いことであった。皇妃の出身氏族における議論は、これに対する批判として行われている。ただし、 井上は後に自説を撤回している。例えば、吉村2020、大津2017、直樹2015など。関根は、天皇とは人々に時間、すなわち、歴史を与える存在であったと描写する。この決死や津代の系府情報の形成過程の推定は、若井敏明による。遠藤慶太は、この、若解の研究と、川田純三による西アフリカでのフィールドワーク調査を、 比較し、原初的な歴史の形成過程について、具体的に理解できるとしている。川田は、西アフリカの模子族等の無文字社会における、主張系譜の交渉伝承を研究し、その中で冒険の主張が、直径に組み直される例を報告している。そして、名と継承順位だけが知られている主張の継承は、ひとまとめに、直径継承とされている例が多いのであるという。 このようなことから天皇の伝承と敬夫の伝承の形成過程に時間差が存在することが理解される。ありがとうございます。